キシユタ、キンプリ脱退後初の公の場、感じるな、感じろ。まさかの言い間違いで会場爆笑。主演映画、G メン、Man、完成披露イベント。元キングプリンスへのキシユタが、待望の主演映画、G メンの完成披露イベントに出席しました。彼が5月22日にグループを脱退して以来、公の場に姿を現すのは初めてのことです。 約600人のファンが集まった会場は、騎士の登場とともに大歓声に包まれました。G メンは、小沢俊夫氏による同名漫画が原作となっており、私立淵男子高校の問題子たちが集う G 組に、主人公門松勝田、騎士ユ太が転校してきたことから始まります。クラスメートや上級生や仲間たちと全力できる姿が、 熱く楽しく描かれたヤンキー青春物語です。岸優ユタは映画初主演を果たし、熱いキャラクターで誰かのために何かをする感じの、とにかく熱い、ほぼ騎士みたいな、本当にいいやつ、と語りました。原作版からも、行けていると思います。めちゃくちゃ漏れている、と絶賛され、役柄との親近感を感じている様子でした。 しかし、イベントの締めくくりで、岸シユタはまさかのいい間違いをして会場を爆笑の渦に巻き込みました。締めのコメントを求められた際、彼は、感じるな、感じろ。と勢いよくコメントしましたが、すぐにあっちがう考えるな、感じろ。と、訂正。そのハプニングにファンたちは笑い転げたのです。 イベントには、岸優太以外にも、映画に出演するリュウホ常松由ウ、山本マツそして同じジャニーズ事務所出身のシクストーンズへの森本慎太郎、エクシットの林太郎、さらには吉岡里穂宝健吾の上松や田中圭といった豪華キャストが集結しました。監督を務めた龍ュウトウ東一郎氏もイベントに参加し、岸優太の演技や作品への思いを語りました。 彼の演技力と存在感が映画 G メンに深い魅力を与えています。岸優太は今回のイベントで自身がかつて所属していたキングプリンスへのメンバー平野塩と神宮寺優太がジャニーズ事務所を退社後に滝沢秀明氏が設立した芸能事務所とベべゥービーに合流したことについて触れていませんでしたが 彼自身の新たな道に向かう姿勢が伝わってきました。岸シユタの主演映画 g m ン』n は8月25日に公開される予定です。彼の熱演に期待が高まるとともに、今後も岸シユタが様々な作品で活躍していく姿を応援しています。彼の新たなキャリアの幕開けに多くの人々が胸を躍らせています。